際結婚24年目を記念してキャンプ旅行に来ています。2日目の朝ごはんは日本食をいただきたいと思って鮭を焼いてるんです。そこへかわいいお客さんが現れました。お隣さんの犬、はい、もう一匹いてるやんな。あ、呼ばれた。あ、バイ。旦那はアメリカ人ですけど日本食には目がありません。夜間湧いてる湧いてる。僕ね、初めて納豆食べた時って変な外人と言われた。なんで？だって外人さんみんな納豆食べへん、臭いって言うんや。もうジェリー好きやん。好きよ。だから変な外人。毎日食べれるやん。日本のスーパーで99円とか売ってんの。うん。やばい。やばすぎ。日本にやったら毎日食べれるのにな。な。ネバネバするところでね、日本人じゃない外国人がね、みんな、うわ、やばと思う。ネバネバ好きや。僕好きやけど、ディスカスティングって言われる。ネバネバしてればしてるほど好きや。ね。パクワンもね、初めて食べさせられた時ってね、レモンキャンディって言われて、口に入れて、びっくりした。レモンキャンディって騙されたの？はい。What a nice weather. Not cold. Is it? It's just chilly, but it's not cold. Yeah, warmer today.You ready for some breakfast? You like this? うまい。昼間、テントトレーラーの全部の窓を開けた時の居住空間がこれです。さんさんと光が入るので、より一層広々とした空間が広がります。美しい光景を眺めていたら、ついうとうとしてしまいました。 Let's go take a walk, Mika! Mika! We're gonna go take a walk! 散歩散歩行こうか。服のまま
確かにやったな。あ、こんなトレーラー欲しい。うち無理や。昨日の夜はあんなに寒かったのに、今日は本当にお天気に恵まれました。そしてこの壮大な美しい自然、神様が作ったとしか思えないほどの美しさです。身も心も癒されます。熊太郎、大満足のようです。来年の夏また来た時にこの下に湧いてる自然の温泉に入るのが楽しみです。結婚記念日を祝うキャンプの旅、いかがでしたでしょうか。皆さんも一緒にアメリカの山の中でキャンプに行った気分になっていただけたらとっても嬉しいです。これからもここアメリカのオレゴンでの国際結婚24年目の生活のビデオ、いろいろ作っていこうと思います。皆さん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。